第二装甲旅団は、ドイツ連邦陸軍の旅団の一つ。旅団司令部をブラウンシュバイクに置き、冷化部隊は主に、ニーダーザク編集州南東部に駐屯していた。1956年、旅団の前身部隊である A1 戦闘軍は、ハノーハーボートのシャルンホルスト兵舎にて編成され、第一敵弾兵師団兵士団冷化となる。当初は、第一敵団兵大隊と、 第21敵弾兵大隊が、1958年に、第11敵弾兵大隊と、第61敵弾兵大隊及び、第1戦車大隊で編成されていた。1957年4月1日に、最初の徴収兵が招集された。陸軍、第2次編成にて1959年に、第2装甲敵弾兵旅団に改編、解消される。旅団司令部は、 ブラウンシュバイクのヒンデンブルク、ハインリヒシシコウヘに移転する。旅団霊化部隊は以下通りであった。1960年にデデルストルフにて第24戦車大隊は再稼働し、旅団霊化となる。1962年に総合偵察中隊は解体され司令部中隊の偵察小隊に編入される。1966年、 第20防空中隊は旅団から除外される。第25砲兵大隊は装甲砲兵大隊に改変され、第20駆逐戦車中隊は解体される。陸軍第3次編成で旅団は大きく改変される。1972年にボルフェンビュッテルの第22装甲敵弾兵大隊は解体され、その一部はハノーファーに駐屯する。 1> 第1砲兵連隊第13観測大隊に編入される。1972年に補給大隊は解体される。1973年、解体された第21総甲的弾兵大隊は、ハノーファーの第1陸軍士官、学校共同大隊として残存し、その後、第2総甲的弾兵旅団の励化に戻る。 陸軍第4次編成にて1976年から1977年まで、旅団は、旅団志向であるモデル2を試験する。旅団励化部隊では、第33機構旅団へ、第21装甲的弾兵大隊が配転し、第22装甲的弾兵大隊及び、第23戦車大隊が再編成される。1981年の旅団は、以下の通りであった。 陸軍第五次編成で、1992年に第22装甲敵弾兵大隊は、第12装甲敵弾兵大隊に従属させ、1992年に第25装甲砲兵大隊、第20装甲砲兵中隊、及び第21戦車大隊が解体される。1993年3月に旅団は解体される。ありがとうございます。